こんにちは、楽ちんおかちゃんです。今回は夏野菜を植え付けていきます。シシトウの甘党美人とオクラのエメラルドです。植える容器はこれです。もう10年以上前に買った野菜用のプランターなんですけど、ここに段ボールの板を挟んでます。なんでかっていうと、オクラはあんまり肥料がいらなくて、シシトウは肥料食いなんですよ。それをちょっとこの段ボールで仕切ってみたい。水なんで行ったり来たりしちゃうんで、結局一緒になるかなって思ってはいるんですけど、一緒に植えちゃいます。じゃあさっき紹介した土、去年の秋から腐葉土をたくさん入れて、腐葉土入り培養土、ヒエロのようにして作った土にいろんなものを足した土を入れてきます。よいしょ。土を入れてきたんですけど、ちょっと足りない感じですよね。ここにオクラとシシトウと分けるんだけれども、まず分からなくならないように土を作る段階です。こっちがあまり肥料のいらないオクラ、肥料食いのシシトウ、わかるようにしておきます。そして肥料食いのシシトウには、お菓子完熟有機 100% の肥料、これをですね、だいたい畝に1平方の畝にコップ1杯って書いてあるので、そんなにはいらない。ちょっと匂いがするので、土の奥の方に、油かすを半握りぐらい、これもシシトウの方だけ入れます。あとはいつもの不眠酸入りの肥料が元肥に入ってます。こっちにもそれは効いてます。培養土入れておきます。
では植え付けをしたいと思います。一回避けてもらって真ん中に穴を開けます。そこに一回引き出す入りのお水を差しておきます。オクラです。水を少しだけやっといて、ししとうには支柱を立てます。風が吹くと倒れてしまうので、よいしょ、どうかな、支えはね、成長したら V の字に変えていきます。で、あとはお水をやって、我が家は本当に日当たりが良くないので、あんまり成長には期待せずに、ちょっと収穫できたらいいなっていうのを考えて育てていきたいと思います。あ、そうだそうだ、虫がとても嫌いなんで、家庭菜園ですけど、ほんの少しオルトランは撒きます。お花に撒く分量の3分の1ぐらい、ほんのちょっと。このぐらいを巻いて、7月ぐらいには収穫できたらいいなと思います。よいしょ、ピノちゃん、こんな感じ。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。オクラとシシトウの成長はまた1ヶ月ごとぐらいにお知らせしていきたいと思いますので、また見てくださいね。私欲張りなので、お花も野菜も多肉もみんなやりたくなっちゃうんですよね。いろんな動画を作ってるので、よかったらまた見てください。それじゃあまたねー。